平成の大修理で金属屋根から土地吹き屋根に復元された本堂明王院は滋賀県を移し葛川坊村町にある天台宗の寺院。三号は北霊山。本尊は千樹観音。近畿十六不動村第二十七番札所。琵琶湖百八霊場第十八番札所。会期は総王,王将である。地名を関して、 葛川明王院と称されることが多く、壱岐商明王院、葛川かわ壱岐明王院、葛川寺などとも称される壱岐商明王院。宗教法人としての名称は、明王院。大津市北港の深い山中に位置する天台修弦の道場である。会期の総王は、解放業の創始者とされている。大津市壱北端の葛川地区にあり、 JR 片田駅からバスで45分ほどかかる深い山中である。葛川地区は1000メートル級の山々が連なる平山系の西側、阿戸川に沿った南北に細長い地区であり、阿戸川に沿って京都と北、大見、若狭方面を結ぶ若狭街道が通じる。街道沿いに8つの集落が南北に連なり、妙院がある。坊村の集落は地区の中ほどに位置する。 葛川縁起演や、総王の伝記、天台南山武道寺金流和尚伝等によれば、病院は、上元元年に総王尚が開いた修行道場という。総王は、天台座数を務めた縁人の弟子で、はじめ比叡山等々の南に位置する無道寺谷に、重したが修行に適した静寂の地を求めて当地に移ったという。葛川縁起演の伝える、怪奇伝承は、 伝説職が濃いものの、大略次ぎの話を伝える。相王は、葛川の地主神である、思え古ぶち神から修行の場として、当地を与えられ、地主神の眷族である、清式清満という二人の同時の導きで、平山中の三の滝にいたり、七日間飲食を立つ、厳しい修行を行った。満画の日、総王は三の滝で、不動明王を監督する。 放心した僧王が三の滝の滝壺に飛び込むと、不動明王と見えたのは、桂の古木だった。この霊木から千樹館の音像を刻み、安置したのが明王院の始まりとする。なお、上記の清式、清万の末裔とされる、葛野のつ木や、葛野のつ三家は、現在も、新都総大として、門前の集落に存在している。現在、 本尊の千樹観音像と脇地の微写門天像、不動明王像は相応の時代までは遡らず、平安時代、陰性期の作とされる。現存する本堂は、江戸時代の建築だが、保存修理工事の結果、平安末期に建立された、全身堂の部材が一部転用されていることが判明した。境内発掘調査の結果等から、平安末期には現状に近い時間が整っていたと、 推定される。両人秘書には、葛川への三家道について歌った今用が収められており、平安末期には三輪修行地としての葛川が除名だったことがわかる。年代の確かなものとしては、九条金座根への日記、玉葉自称5年6月18日以上に、今日より方言が葛川かに賛同したとする記述が書質とされている。総王は、 比叡山を代表する修行の一つである、解放行の祖とされる。比叡山等々の無道寺明王道を拠点とする、解放行は、比叡山の山中、山下の霊地を巡礼し、一日数十キロの行程を、ひたすら歩き通す荒行で、ホッ行の常不景菩薩品に登場する常、不要菩薩の、ただし行礼拝という精神に基づいた行とされる。今日では、百日解放と、 千日解放があり、百日解放を終えた行者のうち、特に選ばれた者が千日解放を行ずる。千日解放は、足掛け7年間をかけて行われる修行で、7年の間、年間100日間、1日に7里半から21里の距離を歩き通し、7年間で歩く距離は、地球一周に相当するという。途中、5年目には、 道入りという人体の極限に近い荒行が待っている。道入りとは、足掛け9日間無道寿命王道にこもり、不眠、断食断水、不応がで、ひたすら不動妙王の心号を唱え続けるというもので、ある。現在のような解放業の形態が整ったのは、元気2年の織田信長による、比営山焼き打ち後とされているが、天台宗では、総王解放業の創始者としている。 天台行者の賛同修行の場としても知られる。騒音が開いた葛川での賛同修行は、かつて旧暦6月の蓮華会と旧暦10月の北家会の年2回、各7日間にわたって行われていたが、現在はこのうちの蓮華会のみが夏暗居と称して7月16日から20日までの5日間にわたって行われている。夏暗居には100日解放と1000日解放の行者が、 共に参加し、総王将の足跡を忍んでの断食修行、滝修行などが古来の作法通りに行われている。夏安居は三輪都将と共に開放業の重要な修行に位置付けられ、百日開放は、葛川での夏安居に参加しなければ満行とは認められない。夏安居の中日の7月18日深夜には、太鼓回しという勇壮な行事が行われる。 双方型木壺に飛び込んだ孤児にちなみ、行者らが次々と大太鼓に飛び飲んで飛び降りる行事である。中世から近世にかけて、葛川三郎を行った者は、三郎札という外場型の木札を奉納することが、習わしで元旧元年名の者のを最古として、約500枚の三郎札が残されている。それらの中には、足利義満や足利義名を、 日野富子のような歴史上の著名人のものも含まれ、葛川三郎が広い階層によって行われたことがわかる。明王院には平安時代末期から近世に至る4000点以上の古文書が保存され、中世の山村集落の様子、葛川三郎の実態、寺と地区住民の関係等を知る上で貴重な資料となっている。明王院は少年院と無動時の支配下にあり、 葛川の住民は、病院に従属するという関係にあった。葛川は、天台資源の聖域として、山林開発が禁じられた、得意な環境にあり、地元民は、商民ではなく、住人と称され、病院の維持管理、補修などを、もっぱら行としていた。こうした地域の得意性のため、豊富な山林資源の養液権をめぐって、葛川と、 周辺地域との境総論が絶えなかった。中でも南隣のイカ立省との総論は著名で憲法6年に始まり、鎌倉時代だけで6回の総論が起きている。文法元年から翌年にかけての境総論は、中でも激しかったようで、この時の総論をめぐって、100通近い文書が残され、また総論解決のための絵図が作成されている。明王院の境内は、 北に流れるアドマーから東側に入った支流、明王谷の北岸に位置する。明王国を挟んで南側には、明王院の鎮守で、国のとたちの神と、主神の思え古ぶち神を祀る地主神社がある。神社前の橋を北に渡ると、道の左側には、万所と呼ばれる一角があり、右側には、ごま堂、安室などが立つ。ごま、堂は木の石段を登った先、 一段高く整地された場所に本堂が建つ。山腹を石垣で整地した境内の様子、各建物の配置などは中世の絵図に描かれたものとあまり変わっていない。本堂等四棟の建物のほか球場をよく留める土地も合わせて重要文化財に指定されている。平成の修理の際には本堂の再建前に使われた部材が見つかり、屋根は厚みのある木板を重ねる。 土地吹きであったことが分かり、本堂は土地吹きで復元された。土地吹きは創建当時の根本中堂など、延暦寺の主要な建物に限られるため、明王院が重要な位置づけにあったとみられる。残る三棟の屋根はやや薄い板を使う、コケラ吹きで再現されている。2011年5月18日に、天台宗のハンダ巡順座すや解放行者らが出席して、 落成法要が行われた。以上の文化財のうち、建造物以外のものについては、宗教法人に延暦寺が文化財保護法に基づく管理団体に指定されている。滋賀県大津市葛川坊村町155参考サイト。ありがとうございます。